明けましておめでとうございます。1月1日腹筋ローラー272日目、62歳、セカンドチャレンジ72日目です。昨年中は、なんとか、腹筋ローラーを、まあ1日も欠かさず、まあ、4月から始めて、やり遂げることができました。本日、2024年、1月1日、まあ朝起きて、初日の出は曇ってて、ちょっと見られなかったですね。まず初日元旦腹筋ローラー、済ませました。今年も、なんとか、2段階目の目標というんですかね、始めた、昨年始めた4月、そのところまで、365日、ちょっと1年間腹筋ローラー、2段階目の目標として、1年間続けてみようかなと。3月いっぱいぐらいになるんですかね。で、1年になると思うんですけど、なんとかそこまで、腹筋ローラー、体調とか、怪我とかもあるので、休まずということにはあまりこだわらないで、やっていきたいなと思います。始めた乗り勢いが、緩くと、いうことだったので、そこは変わらず、緩い気持ちで、やっていけたらなと、考えています。また、62歳、新たなチャレンジというんですかね、そこまで大げさじゃないんですけど、ことを始めようということも引き続き、年も変わったことですので、ちょっと、真剣にというか、考えて何か見つけて始められたらと、いうふうには、考えています。今のところは、まだ、白紙というか、そうですね、とりわけ候補もない状態ですね。何か、自分に合ったもの、楽しめるものとして見つけてやっていきたいなとは、2024年ですか、考えています。また明日も続けますので、よろしくお願いいたします。